それじゃあカウント始めるぞ。5秒前、4321ゴやばいぜ。流れるように進むエスタ、すごいですわぜ。ガリガリに攻めているわけでもない。ついていくのはなぜか。こんなもんじゃないのさ。ドキドキするぜ。初めて一人乗務した時みたいな高揚感、交換のすべてを総動員してこの体に刻みつけてやる。さあ見せろ、超人的なスピードの本質を。タイムアタックが見つめ込んでる。全然当たらない。後ろからじりじり来るような嫌な感じのプレッシャー、どこかで会ったことがある気がする。どこだっけ。そうか、分かった。学芸大学を通過して藤原が先行。差は開いてないぞ。スタートからポジションが変わらずか。相手のドライバーはドラテクよりも戦略で勝つタイプ。現存しない車を持ち出していたことは想定外。救護前傾だったのはむしろ幸運だ。藤原が俺のアドバイスで気がつけばいいんだろう。なら心配ねえな。藤原は D に入るまでたった一人でずっと勝ち続けてきた。あいつのひらめきの凄さは俺が一番知ってるんだ。なんだ、関西最速ガンキラーって見てるか。こんなもんなのか。期待して損したのか。なんかつまんない。なんだこれ。さっさとぶち抜いて終わらせるか。俺何を言ってるんだ。取られてる。バトルに勝つことが目的なんだろう。だったら誰が運転したっていいじゃないか。違う。そうじゃない。走り屋のプライドがかかってるんだ。俺が走らなきゃ勝っても負けても意味がない。契約は取り消した。今すぐ元に戻せ。わけがわからないよ。どうして君たちはそんなくだらないことにこだわるんだい。信彦君は考え違いをしているよ。命を懸けるってこういうことなんだ。幻覚どいてよかったぜ。くそー、頼むぜ匠。幻覚の一撃退却してろ。いや4050の使者だからいいのか。よくねえだろ。だろう。こんなところであっさりとワインに行かれた。あんなデタラメなツッコミで大外から抜くか。なんだあれは。めちゃくちゃだが早い。あ、おっと、思い出した。この下品でぶち切れてバカっ早な走り、あいつだ。宝塚戦で絡んできた真っ黒の覆面のやつだ。俺に勝とうなんて、100万年会える。
てるぜ。行けよマムヒカ。王宮の底力見せてやれ。武蔵小関を通過、母船が先行。さすがだぜマムヒカ。このまま逃げてくれ。ちょっとマムヒカがプロジェクト D に一泡吹かせてくれるかも。だぜどうに。くっそ、マジきつい。ストレートではどうにかついていけるけど、コーナーで負けてる。けど、このポジションだ。五千の挙動は丸見えだ。早いところ逆転の糸口を見つけないと。藤原が突っ込み負けするなんて、ただごとじゃないぞ。本当に、大丈夫なんす。わかんねえよ、そんなの。藤原次第だ。さっき心配ないって言ったじゃん。こういうのは、全長25キロ、短いです。先に仕掛けて逃げ切った方が有利です。後半の攻撃は藤原なら十分チャンスがある。圭介の休憩、俺たちにできることは何もない。藤原がそのチャンスを引き寄せられるかどうかだ。最速のダウンヒラー、半球に手を完全に抑えてる。まさか。ことなのか。まもなく4番線へ。ロボ飛行が前だぜ。本当だ。よし、いいぞ、押さえてる。行けー。なんだロボ飛行じゃない。どういうことなんだ。聞くのを過ぎた。ゴールまでわずか。いっそこのまま勝ってしまうか。どうせ誰にもわからない。いや、ダメだ。なんとかしないと。信彦くん、信彦くん、僕の頼みを聞いてくれたら願い事を一つ叶えてあげるよ。ついていくだけでもギリギリな相手だけど、時々妙にルーズなツッコミをするのが気になってたんだ。余裕を見せつけて遊ばれてると思ってたけど、そうじゃない。あれ以上のツッコミができなかったんだ。車両重量は軽い方がいい。しかし絶対レールと車輪が鉄道し摩擦が少なくて、ある程度の重量が持つとエンジンブレーキングではフロントに荷重を移し粘着力を稼ぐ。上り勾配ではフロントに荷重を寄せきれず粘着力を移す。限界を超えた領域でのみ倒れる。これが超軽量車の密着。つまり東風五線系は上り勾配の積みに弱いってことか。無助士のアドバイスもこういうことだったんです。アドバイス何か。チャンスは薄らく、ここしかない。願い事を叶えてあげるか。違うな。そいつは自分で掴み取るものだ。
ないけど、ついていけないのは分かってる。だけど少しでも長くこの2000の走りを見せてもらうぜ。どうだった信彦、関西エリア最速って言われてるダウンヒラーと互角にやり合った感想は？互角といえば互角になるのかな。無我夢中であまり覚えてないんだ。なんか含みのある言い方だな。そういやいつの間に急戦に戻ったんだ。藤原もびっくりしてたぞ。いろいろあってな。ともかくたっぷり見せてもらえたおかげで俺なりに分かったことがある。あの2000に勝つ方法は一つしかない。